第3編も1815年に出てますということで、まああれですね、2編が出て、まあ、これも人気やったから3編もそのまんま出したらみたいな感じで、もうその年の中で出すみたいな、もうどんだけ売れとんねんみたいな感じで、要は北斎もそんだけ書いたなあいう話なんですけども、その作画力、発想力、イメージ力っていうのはやっぱすげえなーって思いますね。北斎のほんま何でも書くなと思いますけど、で、まあ、まず最初にご紹介させていただきたいのがこちらです。お相撲さんの図ですね、いろんな組手がありますけど、これに限らず北斎漫画15巻の中にはお相撲さん、相撲をしてる図っていうのが山ほど出てきます。民衆が相撲を取ってるのもあれば、なんか神様が相撲を取ってそうなやつもあるし、まあ、本当に相撲というものがたくさん書かれてます。まあ、浮世絵って当時の浮世絵の定義はその当時の風俗、何が人気だったか何が親しまれてたかを、描いたもの、親しまれてるものを描いたものというふうに言われているので、まあ、本当に当時の人たちがどれだけ相撲が好きだったかっていうのを伝えるいい資料になるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ相撲って人気だったんですよ。で、浮世絵のジャンルとしてもマイナーですけど、相撲絵っていうジャンルがあるぐらい、当時は人気だったんですね、相撲っていうのは。でもまあこれ海外の人からしたら、ただ男の人が裸でふんどしで抱き合ってるようにしか見えないでしょうね。まあ何してんねんって、だからちょっと卑猥なふうに捉えられてないかなってちょっと心配ですけど、絶対みんな海外の人が相撲のことを知ってることはないと思うので、ただのなんかちょんまげの裸の割合がたいのいいやつがふんどし1個で下着だけで抱き合ってるみたいな、そんな図なんですよ。何をしとんねんって話でしょうけども、まあまあこんな図があって面白いなと思いました。はい。で、次がこちらです。これはまあ多分傘をつけた人が後ろ向きを中心にいろんなポーズをとって、後ろ向きではないんか、前向き、いやまあ後ろもあったり、いろんな向きでポーズをとってるっていう感じなんですけども、これ多分初代パラパラ漫画ですね。パラパラ漫画の最初走りでしょうね。これを多分一個一個同じ大きさに切って、パラ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 ってめくったら、なんか面白い動き、ちゃんちゃか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 っていう動きになるんちゃうかなと思いますけど、まあこういうふうにね、人の動きをこんだけリズミカルに描いてるっていうのは非常に面白いですよね。まあなんていうの、カメラの連写みたいなイメージ、パシャ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 みたいな、あんな感じで撮ってるっていう、なんていうのかな、発想っていうのは、まあ、日本人にとっても刺激的だったでしょうけど、海外の人にもやっぱり相当衝撃を持って受け入れられたと思うんですね。当時はカメラとかなかったと思う。なかったよね。カメラ明治時代ぐらいやったと思うので、海外で出たのは。なので、当時のカメラは、まあ言ってるバシュってやつね、なんか坂本龍馬とかやって「行きますよ、魂抜かれますよ、はいブシャン!」みたいな、そんなやつやったと思うので、こんな連写モードとかは絶対ないので、そういう中でやっぱこういう発想っていうのはすごいなと思いますね。で、次はこちらです。これ西洋の遠近法ですね。距離感あるでしょ。日本があってこの時ぐらいまでは遠近法っていうのなかったんですよ。距離感ってあんまなかって、ちょっと東洋独特の視点で描くみたいな、3つの視点で描くみたいなのが主流やったんですね、山水画とかでは。だから西洋の遠近法を取り入れて描くようになったと。その遠近法の描き方をわざわざ図で説明しているのがこちらになりますね。でまあ、北斎というのは西洋の遠近法を学んでたと言われてるんですけど、なんでそれを描けるようになったのか、学ぶようになったのかっていうのを、いろんな諸説あるんですけども、一つには外国人から学んだんじゃないかなというふうに言われて、当時長崎から外人って入ってきとったんですね。唯一鎖国してたけど長崎は空いてましたよと。でそこにオランダの、ね、医者とかが来とったわけなんですよ。でまあシーボルトって歴史好きな人だったら聞いたことあるかな。シーボルトオランダ人、ドイツ人でオランダに勤めとったかなんかで、それの、命令かなんかで医者として、日本に入ってきましたよっていうのがシーボルトなんですね。で鳴滝塾っていって、塾作って、でそこで蘭学っていうのかな、オランダの学問やから蘭学が西洋の学問を教えたりしてましたよっていうシーボルトさんが、北斎に絵を書いてくれと頼んだっていう経緯があるんですよ。まあもちろんシーボルトの上のボスも頼んどったらしいんですけども、まあそこでどんな風に書いてほしいっていう指示をする中で西洋の絵はこうだよっていう風な多分指示とか、まあ多分北斎ぐらいの絵マニアになってくると、その指示というか細かいこと言わなくても現物の丸の絵を見せてもらったら、あ、なるほどこうやって描くのかって研究勝手にしていくと思うんですよ。もうできる人は物を与えたらああだこうだ言わずに勝手に自分でどんどん進めていくっていうのが多分できる天才的な人の特徴というか、そういうところがあると思うので、多分北斎もそのシーボルトからこんな風に描いてってパーって渡されたら「おー分かった分かった、ちょっと貸してな」みたいな感じでめっちゃこうマニアックにはまってて研究したいと思うんですよ。まあそういう風なので、西洋画を学ぶ機会がありましたよと。ただまあシーボルトさんこの北斎が描いてもらった絵を、後からちょっと高いからもうお金ないから安くしてやみたいな感じで値切ろうとして北斎にブチギレられたという経緯を持ってる。結構ねシーボルトさんってやんちゃというかちょいちょいやらかしとるんですね。でシーボルト事件って有名なんですけども、シーボルトがまあ任期終わってオランダに帰ろうとした時に持って帰ったあかん日本の機密情報を持って帰ろうとして、伊能忠敬かの日本地図かあれを持って帰ろうとしたんですけども、それがまあちょっといろいろあってバレちゃったんですね。持って帰ろうとしてますみたいなのがバレて幕府ブチギレで「お前ふざけんな」って言って「二度と来んな」って言って出禁食らったっていうような、人物なんですよ。まあでもまあ結構いろいろ持って帰って、それが後々今ライデン美術館かな、オランダのライデン美術館かなんかで北斎が描いた西洋の絵画みたいな感じで紹介されたりするという結構ね歴史的なものが結構残ってるんですよ。だからまあまあ後々一応その許されて日本はねその後開国していろんな不平等条約を結ばれる中で、シーボルトのその出禁も一応解除になってもう一回日本に来たみたいな話があるらしいんですけどね。まあシーボルトの話はまあいいんですけども、まあそういう中で、西洋の遠近法というのをここで学んでそれを弟子たちにも伝えようとこうしましたよっていう、そういう図になります。面白いですね。で次がこちらです。これ幽霊っていうねちょっと残念な顔のゆるキャラの幽霊やね。めっちゃ面白いですよ。フィーってこうなんかフィーって来てますけども何やろうなと、めっちゃ面白いなと。で北斎ってこの幽霊とか妖怪とかをめっちゃここで描いてるんですね。例えばこちら。これ妖怪の絵なんですけどもまあ、三つ目とかがねいたりなんかすんごい鬼みたいなのがいっぱいいますけど、結構ね想像上のまあ動物でもないな生物クリエイチャーなんて言ったらいいかなものをこう描き出すことに結構注力してるんですね。ほんま描けないものはないと自分で豪語してたぐらいの人なので、まあ、ほんま妖怪だって描きますよと幽霊だって描きますよっていうのが北斎なんですね。多分ここからゲゲゲの鬼太郎を描いた水木しげるもだいぶ影響を受けてるんじゃないかなというのはなんか絵を見ててすごく感じるところがありますね。なんかねちょっとちらっとこれねごめんなさいエビデンスはあやふやなんですけども、水木しげるも、北斎漫画とか、すごい集めてて勉強して読んでたっていうのを聞いたことがなんかありますね。まあまあこれも、それをこうそれぐらい影響を与えた、作品だと考えたら面白い。水木しげるにまで影響を与えたかもしれない作品だと考えたら面白いですよね。はい。で次がこちらです。これはね風神と雷神なんですね。風神雷神って海源の薬の CM で出てくるあれね。あれもともと書いたのは俵屋宗達っていう人なんですね。リンパってあるじゃないですか。リンパの歴史に関しては日本絵画史のまとめのナンバー2で多分ざっと流れを言ったと思います。俵屋宗達、尾形、光琳、酒井抱一、鈴木喜一っていうリンパの流れがある、一番層が俵屋宗達なんですね。それが書いたのが「風神雷神図屏風」っていうのが有名で、それからずっとみんな書いてるんですけども、葛飾北斎というのもリンパを勉強してたことがあったんですよ。俵屋確か総理っていう画号を使ってた時に、リンパの勉強をしてたはずなので、その影響もあってこの北斎流の、雷神と風神を描いてるんじゃないかなと思います。これもこれで躍動感あって面白いですよね。でこの雷神図に関しては、晩年北斎が肉筆画にどんどんはまっていく時に、描き直してます。だからこれをネタにして元ネタにして、新たにリメイクして肉筆画で、北斎は、雷神っていうものを描いてます。それがねめちゃめちゃ迫力のある躍動感のある雷神なんですね。めっちゃかっこいいですよ。赤い雷神なんですけども、なんやろね、すごい墨の濃淡、もう晩年はねほんまキレなんですよ北斎って。特に肉筆画、あの肉筆画のこの躍動感とか墨の飛ばし具合っていうのはめちゃくちゃ面白い。その面白い作品の元ネタっていうのはもうこの時には考えてたんだなって考えると、この1815年の第3編っていうのも面白いなと思いますね。はい。はい、以上で第3編も、おしまいになります。まあ、なんだかんだ言って結構時間食ってますね。まあまあまあ、これぐらいちょっとかけながら、ダイジェストで、本編はめっちゃ長いですからね。一冊は、僕これでもだいぶ抜粋して紹介してる方なんですけども、一冊読むのだいぶ時間かかるから、まあ僕の話が長いいうのもあるんですけども、長いので、だいぶ端折ってこれぐらいなので、まあ15巻全部読ったら結構ええ時間になるかなと思うので、まあ、ダイジェストといえども内容濃いようにお届けさせていただきますので、ぜひ続きもどうぞよろしくお願いいたします。それでは次行ってみましょう。第4編は1816年だから各年年ぐらいに行きますね。人気がある時は詰めて1年に2冊出すみたいな、だからアルバムみたいですね。すごい勢いのある時は「1年に2枚もアルバム出すのすげえ!」みたいなノリに乗ってる時とかでね2枚出す人もいるじゃないですか。そんな感じで、だから昔のラルク・アンシエルとか、ね、確か2枚組のアルバムを出すとかめっちゃペース早かった時で、あんな感じですね。逆に X ジャパン行ったほんまいつになったらアルバム出すねんっていうのも高校の時にモンモンしてたのを思い出しますけど、まあ北斎はだいたい1年に1回か、1年に2回ぐらい出すような感覚で北斎漫画を進めていってます。で第4編は1816年ということで、次ご紹介したいのがこちら。これはね、ちゃぶ台返しではなくて、囲碁盤返しですね。囲碁盤。囲碁、ね、碁、あるじゃないですか。五目並べとか、碁石とか、こう、いろいろある、あの盤ね。あれをバーンってひっくり返してるっていうので、こう、下敷きになっとるやから、痛いたたたたみたいな、かわいそうやなと、これ負けてる人が切れて、うりゃーってやったかもしれないですね。まあ、すごい、でも、躍動感すごいですよね。こう、確かに動いてる、ひっくり返したみたいな感じで、でこの下敷きになってる人の表情も面白いですよね。こういたたたたたっていうのが伝わってくる、こういう人物描写のこうバラエティの多さっていうのが北斎の魅力だと思うんですよ。北斎は水を辿ったら面白いよって言いましたけども、人物の描写も辿っていくと面白いですよ。本当に人物の表現が多彩すぎてもめちゃくちゃ面白い。だからこの今の例えばイラストレーターさんとか漫画家さんとかが読んだらすごく勉強になるような内容じゃないかなと思うんですね。動き方とか骨格とかも含めて今見てもすごい違和感なく見れる。だからこれがね4コマ漫画とかに出てっても全然おかしくないなって感じるぐらい、結構漫画の元祖というとこの北斎漫画と言われてるので、本当に漫画の元だなと思いますね。そういうふうな人物表現がすごい多彩な北斎の一面かなと思うのがこちらの作品です。で次紹介したいのがこちらです。これはね雪の表現なんですけども、日本画とか日本画浮世絵もそうなの、版画もそうなのかもしれないんですけども、雪の表現って白く塗ったらいいっていうもんでもないんですね。白で塗って雪を表現する場合ももちろんあるんですけども、余白塗らなかった地の色が出るじゃないですか。それを残して雪を表現するという技法が結構あるんですよ。それで雪を表現したり水の滝とかね、滝の白さを表現したりっていうのを、そういう余白の地色の色を使って表現するっていう技法が結構あるんですけど、これ結構難しいんですね。難しい。計算していかないとダメですし、変に塗りすぎると雪っぽくないので、ちょうど雪に見えるような感じで白さを残さないといけないというのが、難しいんですけども、それの残し方がこうだよっていうお手本ですね。でこの雪の白い表現、白さを残して雪をきれいにする表現でうまかったのが丸山応挙と言われてますね。雪松図屏風っていう金屏風に、松があって雪が乗ってるっていう図なんですけども、この雪の白っていうのは実は描かれてなくて、余白で、表現されてる、すごい柔らかさ、雪の柔らかさとか光の表現みたいなものがそれで表現されてるっていうので、丸山応挙を代表する、最高傑作と言っても過言ではないんじゃないかなというのが雪松図屏風、それと同じ、それに通ずるようなところがあるのがこの北斎の雪の表現のこの作品じゃないかなと思いますね。で次がこちらです。これはね船集ですね。船集、いろんな船まあなんていうかな、釣りをするような船もあれば荷物を運ぶようななんか俵めっちゃ運んでる船もありますよね。まあ、いろんな船を描いてるのが面白いなと思うんですけど、ちょっとね右下と右の真ん中ら辺にあるのがたらい船ですよね。これは何と言ったらいいんかな、多分海外の人からするとたらい船ってアホちゃうかって多分思いますよね。正気の沙汰じゃないと思いますよね。だってあんなお椀に乗ってまあお椀じゃないけどたらいってね、丸いやつに乗って海を渡る、いやない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 ありえへん、アホかいう話じゃないですか。だから海外の人からしたらこれは日本はこれ北斎空想で描いとるやろうなとか思ってるかもしれないですけど、たらい船ってまあ実際あったらしいので海外の人からしたら多分誤解を招いたんじゃないかなと、これはアホちゃうかと思われてるかもしれないですけど、実はリアルに書いてますよということですね。でもしたらい船の存在を知ったら「What?」みたいな感じになったと思うので、ね、そこら辺のギャップを感じると面白い。だから北斎漫画見るので面白いのはこれ海外の人が見とったとしてどう考えるんやろうな、どういうふうに見るんやろうなってみんな考えながら見るとめちゃくちゃ面白いですね。いろんなその視点で見るといやこれ絶対伝わらへんやろみたいな、絶対誤解生むやろみたいなのがめっちゃ書かれているので、そういう視点で見ると面白いと思います。はい、で次がこちら。これはね水中を表してるんですね。水の表現が面白いって言いましたけど、これで、まあ、水中を表してるんですよ。これはまあまあ面白いの、波がねあって、ちょっと独特ですけども、面白いのが右上がこれ浮き輪なんですね。浮き輪ってあったんやこの時に、この当時っていうちょっと歴史的資料としても面白いですね。浮き輪があったんやと。でまあまあいろんな泳いどるなと、まあ、楽しそうに泳いどるなっていうのが右なんですけど、左側はねちょっと謎なものが多すぎますね。はい、まず水中で馬が走ってるってどういうことみたいな、馬泳ぐのみたいな、ようわかんないです。まあ、よくね川を渡ったりするぐらいの図っていうのはよく見たりしますけども、なんやろね、海の中に入るっていう、水中入って泳いでる馬っていうのは見たことないので何をしとんやろうなと思って。でその横は何や登り棒に乗ってる図、海の中に登り棒あるみたいな、ようわかんないんですけどね、何をしとんやろうなと思って。で最終的にもうねとどめは真ん中にある瓶に入っている閉じ込められている人っていう、これただのいじめやないかっていう話なんですよ。何をしとんねんっていうのも、何の人体実験、怖いなぁと。どういうこと、そんな何お咎めとかあったの、それで罰の罰し方とかあったのかな昔、ちょっと怖いなぁっていう、もうねいやちょっとほんまリアルにホラーですけども、まあまあ。面白いなと、面白いなというか怖いなというか、何を考えてこれを書いたんかなというかちょっとわからないところなんですけど、まあ良い子は真似しちゃダメですよ。こんないじめしちゃダメですよ。はい、良い子は絶対真似しないようにしてください。はい、まあ、こんなね、ちょっとようわからん絵を描いてるのも北斎漫画の面白いところかなと思います。はい、で今これでまあ第4編は終了します。じゃあ続いて第5編に行ってみましょう。第5編も1816年1年に2度目の出版になりますね。で第5巻に関しては建築関連のものが書かれていることが多いですね。建築関連の建物であったり道具であったりっていうのがよく描かれています。だからまあ大工さんとかにすごく重宝されたというふうにまあ言われてますね。だから図鑑としてもやっぱ役立った最初は弟子の絵手本として出してたんですけども、まあやっぱいろんな人に役立つ道具として人気があったんじゃないかなと思うんですね。例えば大工さんがこうね、辞書的なものとして使ったり、こう弟子に大工の弟子に棟梁が弟子にこれはこういうふうに使うもんなんやみたいな感じで教えたりするのに使われたりしたんじゃないかなとも思いますし、記録という意味でもね、そうですね、こういうふうになったからこういうふうに作らなあかんなみたいなマニュアル的な参考資料にもなったんじゃないかなと、僕は勝手に想像してましたこれはちょっとよくわからないけど、でもまあまあそんなこともあったんじゃないかなと思います。でまあそんな建物ばっかり書かれている第5巻なんですけど、最初に紹介したのがこちら。これ鳥居っていうので、ね、これだけじゃなくてなんか鳥居めっちゃ書いてるんですよこの第5巻っていうのは。鳥居ってそんな種類要素あるんやみたいなね思うぐらい鳥居の形がいろいろあるのをご紹介しているのがこの第5巻なんですね。これも面白いなと思います。続いてこちらです。これはまあ屋根ですよね。まあお寺であったり、まあ、神社であったり、まあ、普通のまあ武家さんとかでもそうなのかもしれないですけど、屋根瓦ってなんとなく似たような感じはするんですけど、やっぱりちょっとずつ違ったりするのをいろいろなパターンで書いてるのが、この第5巻の特徴かなと思いますね。で続いてこちら。これはその下の方ですね。神社の、じゃあ神社仏閣かな、まあ分かんないですけども、建物の下の方ということで、まあお寺かな、お寺の建物の中はこうなってますみたいなのをちゃんと書いてるんだろうなと思います。なかなか面白いですよね。こういう詳細に今でこそね写真とかがありますけども、昔はやっぱりこういうふうな絵とかで記録してたので、それをまあ詳細にこんだけ残してくれてるっていうのはすごい資料としても価値があったんじゃないかなと想像できますね。でまあ、5巻は建物関連が多かったんですけど、風景画も、描かれてますんで、ちょっと面白いなと思ったのが、こちらです。これはまあ富士山と、まあ海の絵ですね、波の絵なんですけども、この多分富士山は三保の松原ですね。静岡県の富士山が綺麗に見えて、その下に、まあ、松がありますよっていうね、そういう風景が有名なんですけど、多分構図的にはそうなってると思います。西から東に向いて、富士山を見ようと思ったら三保の松原は、左から右にこう出てくるはずなんで、多分その角度で見てるんだろうなと思います。でこの富士山っていうのは富嶽三十六景の、外風快晴っていうね赤富士の作品と形は似てますよね。だいぶデフォルメされてますよね。富嶽三十六景って、富士山めっちゃ描かれてるんですけど、大体ちっちゃいですよ富士山って。富士山を大きく描いたのって確か2個しかなかったと思うんですよ。外風快晴と、山下白この2つしか、でっかく描いてるっていうのはなかったと思うんですよ。でどっちも富士山がそのまんまのもうちょっと平らというか平茶いのが富士山じゃないですか。それはかなりデフォルメにして、こう高くそびえ立つようにしたのが、その2種の作品なんですけども、それの、まあ、母体になってる図が下が気になってるのがこれじゃないかなと思います。だからこのぐらいの時には、かなりもうデフォルメして高さを強調したね富士山の形になってるっていうのが、見て取れるのが面白いですね。でこっちの海っていうのはもう神奈川沖ナビウラの波の表現にすごい近くなってきてますよね。あえてなんかねハイスピードカメラで見た海のこう波の動きと、ほぼ一致してるらしいんですよ。神奈川沖ナビウラのビッグウェーブっていうのはまあ、それと同じようなこうなんですか動きっていうのがこの図からも見て取れますよね。だからハイスピードカメラでパッて止めたら、まあ、こんなような動きをするんだろうなみたいな。だから北斎のそのなんていうんですかね動体視力といったらいいんですかね、観察眼というかもう病的なものを感じますよね。ハイスピードカメラなんて遠くも当然ないですし、でそういう動きを目で見てこうね記憶しようと思ってもなかなかできるもんじゃないですか。あれを描けたっていうのはすげえなーと思うんですよね。まあ、一種ではいろんな、ね、説があるんですよ。北斎に関する説っていうのはなんか一種ではサヴァン症候群やったんちゃうかなみたいな話も出たりしているぐらいね。なんか北斎って結構できないこともようさんあったんですよ。なんか変わった奇人的なね、ところもあったんですけども、その代わりなんか異質になんかすごいものにだけめちゃめちゃ才能を発揮するみたいなのが、言われてるので、まあ北斎に関してはそういう目とかそう観察眼とかあとまあそれ表現する力とかに関しては異様な力を発揮してたんじゃないかとも言われたり、まあ、これは分からんですけどね都市伝説的な意味合いの話なんで分かんないですけど、でもそうやって考えたら面白いなと思うんですね。このちょっと波の表現とか水の表現っていうのを見ていくとやっぱ面白いなと思います。まあ、こんな神奈川沖ナビウラの母体も、見れるのが第5編になりますので、またよかったら見てください。続いてじゃあ第6編いってみましょう。第6編は1817年ということで、次の年ですね、次の年に出てます。でこれは、武術関連に関する本ですね。武術に関する作品をよく描いてます。例えばこちらです。これは弓をこうねつがえてピュッてやる図なんですけども、いろんな構えを描いてますね。まあスタートから始まって今から引きますせみたいなのがあって、まあいろんな角度から描いてる。まあ多分絵描きさん弟子とかにもまあね、戦いの図を描いたりする時もあると思うんですよ。そういう時に、まあ、こういうふうな図が役立つよと、まあ、あとまあ幕府とかでこうね、指南書というか上司から部下にこう武術を教えたりする時のマニュアルを書く時とかのためにもこういうなのって役立ったんじゃないかなと思いますね。はい、で次が、こちらです。これ馬なんですけども、この巻はね、武術関連なんで、馬も武術にめっちゃ使うじゃないですか、乗ったりするので、なので馬の生態というか馬に関しても結構事細かく書いてます。で右下にはエロ目の馬が出てますね。はい、エロ目出ましたよ。エロ目エロ目好きやなってところなんですけど、エロ目出てきました。はい、他にも結構エロ目の馬っていうのがこれ以外にも出てきているので、よかったら探してみてくれたらなと思います。で次がこちらです。今度は馬に乗ってる人の絵ですね。絵を描く上で、人が馬の上に乗って移動するっていうのはやっぱりよく使われる図なので、モチーフなので、それを描く時にはこういうふうな動きを覚えといた方がいいよということを、しっかりと描いた作品かなと。だから走ってる馬のね、何ですか、足と手のバランスとか動きとかっていうのもすごい参考になるんじゃないかなと、パラパラ漫画みたいでね、なるんじゃないかなと思います。で続いて紹介したいのがこちらです。これは武器ですね。武具とかもこう綺麗に詳細にしてるというのでね、これもなかなか面白いですね。剣道の面みたいなのがあるなとか、これは鎖片びらかみたいなのとか、防具とかもあるし、鎖鎌かこれはみたいなのもありますし、でここには載ってないですけども、鉄砲の図解とかも載せてたりするので、ね、あんまりこれ海外に渡ったらあかんもんでもあるんじゃないかななんて僕は思ったりするんですけどね。日本の軍事力が低いというのがバレてしまうというかね、当時はだから黒船来たんかもしれないですけども、いやほんまにこんだけのなんていうんですかね、機密情報がね、シーボルトも持って帰ろうとしてましたけど、海外に出たらそらかもられんちゃうかなと思うので、北斎はそんな気にせず書いてたんでしょうけども、海外に出てはまずいもんなんじゃないかなとは思ったりもします。はいはい、続いて紹介したいのがこちらです。この間ね、武術多いんですけど、武術の中でもめっちゃ多いのがこう槍めっちゃ多いんですよ。槍こんな描くことあるみたいな感じで、北斎めっちゃ槍好きやったんやなっていうぐらい槍描いてるんですよ。もうこんなに槍描くことあるんかなと。で最後らへんだったらね、もうテンション上がりすぎて、もう画面から槍突き出てますからね。ここら辺もちょっと面白いですよね。北斎って結構お茶目なところあるんですよね。こうちょっとボケるというか、エンターテインメント性がすごい強いんですよ。だから北斎の作品ってエンターテインメントという観点で見たらめちゃめちゃ面白いですね。読み手をすごい意識して、読み手を笑わしたろうみたいなネタ的な部分がめちゃくちゃ多いので、サービス精神すごい旺盛なんですよ。だからこうね、画面から突き出てみたりとか、いろいろチャーミングなところがこの北斎漫画から見て取れるというのが非常に面白いんじゃないかなと思います。しかし槍めっちゃ描いてるのほんまこんないらんと思うんですけどねそれを描いて、武術関連を描いたのがこの第6巻になります。はい、では続いて第7巻いってみましょう。人のね、感情までリアルに表現してるっていうのが、あら義経出てこいやー、1枚2枚バキ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 、天才が天才たるゆえんなんだろうなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。